つかみには豪快な大外まくりも決めたこの広瀬。最後はきっちりと逃げて人気に応えたい、そんな一走であります。逃げてちょうだい、そんな地元ファンの期待に応えるか1号艇広瀬。2号艇林がその外に陣取ります。まくりたい思いは人一倍です。水陸問わずにシリーズを盛り上げた2号艇名手林が2コースから、3号艇勝負強さは優に及ばず萩原秀人はセンター3コースから迫ります。引いて角1は4号艇の小坂の上です。インの広瀬に真っ向勝負、こちらも地元 V へ挑む4号艇小坂。5号艇の関裕也は5コース、スリット近辺の足色は強烈です。そのパワーを生かしたい5号艇関。そして平凡期を見事に立て直してきた鶴本隆文が6コース。3対3、内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。いいダッシュを決めたのは4コース、5コース、4号艇、5号艇も2コース、2号艇の林が来る。まくるか、まくるか、まくっていった2号艇の林ですが、ズバッと懐を4号艇の小坂。バックセッジ入りまして、先頭は4号艇。見事に突き抜けました、小坂直哉。2号艇の林が2番手を追走。3番手からは6号艇、3号艇、5号艇。スタートは全体正常でした。2マークをトップで折り返すのは4号艇の小坂。2号艇の林が2番手を追走ですが、先頭2番手の間隔は一定進ほど。外から懸命に4号艇小坂ですが、内追い上げてくるのは2号艇の林。3番手から3号艇の萩原でレースは2周目です。2周の1マークに入って4号艇の小坂が先に回る。2号艇の林が猛追をかけるも、ここは先頭がっちり4号艇小坂。2番手追走は2号艇の林。3番手から3号艇萩原で上位体系423。4番手以降6号艇、5号艇、1号艇が続いています。2周2マークから方面帰ってまいりました。先頭は4号艇の小坂直哉。2番手追走が2号艇の林となっています。4号艇小坂、さらには5号艇の関が0台前半への好ダッシュを決めていきましたが、その内側2コースから負けじと0台、2号艇の林芳則がまくってちょうだい、そんな言葉に応えるからよりぐいぐい攻めて1号艇の広瀬が応戦。その展開のもつれをスパッと捉えていったのが4号艇地元の小坂であります。2番手追走は2号艇、惜しくも勝利には届きませんでしたが、大いに大いにシリーズ水面を盛り上げました林芳則。3番手からは3号艇の萩原で、上位体系は4番、2番、3番、423。4番手以降6号艇、5号艇、1号艇でゴールを迎えます。第12レース、先頭4番の小坂優勝の5塁、2着2番林5塁、3着3番萩原5塁、6番5番1番が5塁。